傾いてんだよな。チェダーチーズですよ。今日の夜飯分を作ろうと思います。夜はですね、鮭のバター焼きっていうんですかね、ちょっとこれも 20% 引きで手に入りましたんで、これを作っていこうかなと思います。お、いい匂い。ちょっと待って、ずれてる。おえ、いいね。お、いいね。いいんじゃないですか。あ、でもなんか焦げついてる？焦げついてます？焦げてるね。ちょっと、あ、っていうか両面別に焼かなくてもいいのかな。なんかちょっと傾いてんだよな。まあ、僕の自己責任で、不衛生な部分は、いただきたいと思います。ちょっとね、めっちゃ弱くでもいいかもしれない。めっちゃ弱くでやってみますわ。よし、えのきのつけてま、行こう。あ、多いかな。
たっぷり行きましょう。最終的にしなっとしてここまで、よし、これも入れて、赤ワインです。赤ワイン投入します。おー、いいんじゃないですか。あー、やべえ、ちょっと重しが必要だな。だめ、え、ハサミでも置いとく。大丈夫か、大丈夫か。オープン。おうまく炊けてんじゃないこれ。あれ、なんかちょっと偏ってるけど、明らかに前回よりいい感じです。食べてみよう。普通に炊けてる。うまい、めっちゃ炊けてる、めっちゃうまい。え、やばー。あ、水浸すとこんな違うんだな。鮭のホイル焼きオープン。完璧じゃない。ね、この醤油の焦げた感じ、グツグツいってる感じ。うわーうわ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 、いただきます。うめ、大きい声出ちゃった。あ、誰もいないからいいか。うまっ、めちゃくちゃうまいぞこれ。さすがに焦げてるのか、うん、いやでもバリバリ火通ってる。うん、うまっ。バターと醤油とマジックソルト最高。うん、うまこれ。そしてお米もちゃんと炊けてるわ。いやー、美味しかった。無事美味しく食べることはできましたんで、これは大成功でしょ。じゃあ皆さんも冬キャンプ行くことあったらぜひやってみてください。最高です。